オッキー・沖田は、日本のリングアナウンサー。本名、沖田慶成千葉県千葉市出身。プロレスリング01所属。1994年4月3日に、全日本女子プロレスのリングアナウンサーとしてデビューする。全女大量離脱が起きた1997年に、アルシオンの旗揚げに参加し、1999年、退社。同年、元女子。 プロレスラーの長谷川先へと結婚しに死を設けたが2008年に離婚。2001年、プロレスリング01のリングアナウンサーで復帰。01崩壊後は、01の障害部長を兼ねながら、リングアナウンサーを務める。01マックス01の発展に尽力し、腰が低く、ユーモアもある性格から、01のファンに愛されている。また、いじられ、キャラであり、感激屋でもある。 自身が実行委員長を務めた第2回リファカップでは、大会開催の発表時に、早速健太から、オッきいと対戦したいといじられ、オっきたも試合はしなかったが、ブサイク体イケメンの戦いだと絶戦を繰り広げた。大会は、丸富士堂ケ健太組の優勝で終わるが、星川直弘に責任を持って渡せと優勝賞金の100万円を寄贈されると、 沖田はたまらず号泣した。また2006年3月5日、プロレスリング、ノアの日本武道館大会において、01マックスから参戦した、日高薫人は&、藤田実組が、金丸吉信&、杉浦隆組から、GHC ジュニアヘビー級、タッグ王座をダッシュした際も、リング下で号泣した。2006年12月、神風が、滋賀健太郎の保持する。 グローバル、ハードコアクラウン無差別級王座への挑戦を表明。沖田が、神風の代行として、ノア事務所に出向くと、滋賀は沖田に対し、即刻、俺と同じようにパンチパーマにするようにという条件を出した。沖田は気乗りはしなかったが、翌日には、パンチパーマにし、神風の挑戦を取り付けた。2006年12月27日の01マックス、後楽園。 ホール大会での選手権試合は、ランバージャックデスマッチで行われ、滋賀が勝利し王座を防衛した。なお、パンチパーマを絞っていた、沖田だったが、実際にかけたところ気に入ってしまったらしく、その後しばらくは、パンチパーマを維持していたという。2017年現在の沖田は、スキンヘッドにしている。2017年11月5日放送のテレビ、朝日系列、日曜も雨と多く。 二時間スペシャル内のプロレス大好き芸人ゴールデン企画において何でもやっちゃうリングアナウンサーどれほど働き者なのかという触れ込みで2017年9月30日のゼロ、一高楽園ホール大会での沖田に密着した映像が紹介された映像内で沖田が行っていた業務は以下の通り機材トラックの運転物販準備ポスター原稿チェック 音響機材セッティング、トラックからの機材おろし、リング設営、祝い花を並べる、大御所レスラーで迎え、チケット販売、試合前のアナウンス、グッズ販売、選手入場曲を流す、選手入場コール、リングアナウンス、試合開始、終了のゴング、機材とリングの撤収。沖田の紹介役を務めた博多大吉は、商団体であるがゆえに一人で何役もこなす沖田を、 沖田さんがいないと工業が回らないので、チャンピオンより大事と説明した。また、沖田がゴングを叩く、サイのオーバーなリアクションは、やりすぎといじりつつも、取材を通して伝わった、沖田のプロレス愛に賛辞を送っていた。外面は良いが、ゼロ一の若手選手を、奴隷のように扱い若手選手を選手として見ていない。人から聞いた話を自分勝手に持って、人に伝える。 仕事のことや若手のことを自分の都合の良いように話を変えて本人が言ってもいないことを平気で他人に話すなどの傾向がある。ありがとうございます。